夜まで会います。今年の楽曲一挙振り返り生配信アーカイブ2021年新譜振り返り4。してる飛び立てよ駆け抜けろ全ての光よどこまでもどこまでも今度は飛ぶ若く立ちふざく壁ぶち抜く熱はそうけの偶然で成り立ってるんだろう途方もないくらいつも不確率のミラクル生まれる以前から始まった演奏心臓が鳴らす鳥はの旋律をはいということで松本さんありがとうございました。すごいね。なんかこの松本さんの作る空気感っていうのがね、すごいなんかこう締まるのは締まるんだけど、少しこう抜けてる感じとかも含めてなんかすごいいい空間だったなというふうに思いますね。私はちょっと壁でおーってなりました。壁で。そうだから僕もずっと言ってるんですけど、割とチャンネル初期から言ってるんですけど、ボルダリング始めたいんですよ。そうボルダリング始めたいし、そうそうそう、なんかいろいろなんかいいお話がたくさん聞けたんで、僕もね大阪神戸公園行った時に写真とかも撮らせていただいたんで、ね、あの時の話やとか思いながらね楽しくお話聞かせていただきましたということで、はい、こちらの配信ですが13時から未来研スタジオの B スタジオにてお送りしております。夜まで今年のアイマス楽曲一挙振り返り生配信ですが、現在折り返し地点を過ぎたところです。半分超えた。おー覚えました。まだ半分なのか。皆様、長丁場ですので休憩も取りつつお楽しみいただければと思います。そろそろね、もう夕方になってきましたのでお腹も空いてくる頃だと思いますので、ご飯など用意して見ていただければなと思います。そして先ほど松本さんに書いていただいた絵馬もキャンペーンのプレゼント商品となりますので、皆さんもぜひ参加してみてください。この後登場するゲストさんにもご参加いただきますのでお楽しみに。はい、この配信がいいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。では2021年に発表されたアイマス新曲、続きましては、はい、こちらの楽曲をお聴きいただきたいと思います。はい、南條光、脇山珠美、結城春、上條春奈、片桐さなえ、バーニングバスターズで Just Us Justice。街と向き合うヒーロー、いつも何が強さなのか考え続けんのさ。悲しいことから目をそらしてちゃんのグッド、知らないままに戦いやしないだろう。光が差したから闇が生まれるって、嘆く日々を超えて、はい、ということで楽
頼しいヒーローが続いてきますけども、うん、こちらはなんか日曜日だっけね。そう、日曜感出していきましょうね。まあもう気分はお休みですからね。はい、はい、こちらまあ5人のバーニングバスターズというまあヒーローのようなイベントでございますけども、うん、ね、まあヒーロー大好きヒカルさんがね、まあその赤レッドでセンターに立ってパフォーマンスされるんですけど、はい、まあそこの脇を固める4人もなかなかね、うん、くせ者揃いというかただチームとしてすごいいい感じにまとまってたりとかするんですよね。危なっかしい2人を見守るさなえさんだったりとか視野の広い春野さんだったりとか本当にねいいチームに仕上がっておりましてですね、うん、思い出すところではやっぱり幕張公園ですよ ね、 そうですよね。千葉公園が先日ございましたけども、うん、ね、もう5分割の後ろのあのカラーのねモニターの抜かれ方とかモニターもすごいしダンスもキックもすごいしすごいよね。あのサビんところどんだけ足上がるみたいなパフォーマンスも含めてもう圧倒されるようなね、うん、本当に楽曲でございました。もうなんかいつか本当になんかこう各ブランドのヒーローとか集めてほしいよね、うん、ね、あるな、ナムコとかバーテックスとかあるからさ、はい、いろいろできるんじゃないのかなと思いますけどね。はい、ではではそろそろ次の楽曲に行きたいと思います。続いての楽曲はストレイライトでアナザーランページ。ライダー感ね。何ライダーとは言ってないからセーフだと思うんだけど、うん、いやでもアナザーランページでございますけど、うん、まあ、もちろんそのなんか楽曲がかっこいいっていうのはもうそもそもあるんだけども、うん、なんだそのどちらの自分も大事にする、そのかっこいいもかわいいもっていうところで、うん、2番からねその歌詞がその記号みたいなちょっとこうコードみたいになってくるんですけど、うんうんうん、それがなんかこう電脳世界っぽい感じを表しててすごくいいなと思いますしね、うん、やっぱどっちの自分も本当ってのはやっぱストレイライトのテーマになってるのかな、そのこの冬も冬子もとかそのかっこいいメイもメイ様もみたいなどちらもその自分自身だよっていうところもやっぱそういうのがストレイライトの覚悟だなと受け取っております。あとなんだろうこう強化フォーム感があって僕はすごく好きです。強化フォームのなんかすごくいいところでこう3人揃ってふんって言ってこうやって多分変わるときに流れる曲ですっていう妄想がはかどります。僕はそういうのが大好きなので、はい、それが追加されてからその BGM、 そうそうそう、そこでなんかトリプルキックとかしてほしいですね。はい、ではでは続いての楽曲に行きたいと思います。村上智恵、的場梨沙、小関玲奈、藤本里奈、向井匠、バッドビースト、イビルライブ。世界に鉄パイプと釘バット持ってくるアイドルがオルネン定期ですよ本当に。ただめっちゃ好きな曲なんだけど、うん、何もこのヒーローを期待してたので出るかもしれん出るかもしれん、まだ期待できる。ちょっとね、治安が悪くなってしまったんですけども、うん、もうそれこそ本当に日曜日土日か、うん、もう2日間にわたってこちらのイービルライブが披露されましたけどもね、いやステージパフォーマンスが本当にものすごかった ね本当にアイドルマスターシンデレラガールズの反骨精神を
全部になってるようなぐらいの勢いの、なんかその、こう、なんだよこんな個性的うるせえって殴れるのがこのバッドビーストのすごく強さ。あとこれアーカイブが今3日までだっけ、公開されてるんだよね。3日まで、そうそうそうね、もう楽しかった愛知公演が3日まで見れるってことで、ぜひぜひね、まだ見てないよ、そんなすごい曲なのって思っていただけましたら、ぜひアーカイブも購入いただけると嬉しいです。23時59分までよろしくお願いいたします。では次の楽曲いきましょう。続いてはアンティーカで革命進化論。争いは終わらないんですよ。もっと強いの攻め入ってきたけど、そうね、殴り込んだらね、城が見えてきましたね。もう醤油の匂いがしますけどもね。まあ革命進化論でございます。これが何がびっくりだったって、アンティーカのこれカップリングの方なんですよ、ね、まさかこれがカップリングなのかっていう勢いだったんですけどね。そのなんだろう、まあ、カプリンス元々のその表題曲のアビスの方とはまた違って、そのまさに今戦ってる状態っていうのがこの革命進化論だったりしますよね。先日のシャニーのクリパでこれ披露されましたけど、はい、いやーこれのパフォーマンスの強さもやっぱすごかったですね、うん、もうなんかその時も言ったけど、そのアンティーカがラスボスなんじゃなくて、アンティーカ一人一人がもう強いボスなのよっていうね、そう一人一人の強さをねまじまじと見せつけられたような、ね、先日のパフォーマンスでございましたけども、うんうん、ねえこれを誰が止めるんだっていうところではあったりするんですけどね、ただただ革命を起こしていきたいと思います。続いての楽曲、はい、レジェンダーズで Focus on Your Life。 君の意志を示せんだ、証明するために今を生きてるわけじゃなくたって、自分を信じた生き方に触れた時、バランスと信じて行くことがある、迷うこともフォーカスオンヨーマイ、進むこともフォーカスオンヨーマイ、その決定権はフォーカスオンヨーマイ、君が握っているんだ、突き詰めればいい、他の誰のためでもないから、運命の茶の諦めなどに行き先を委ねる。はい、こちらもね神戸公演で先日披露されまして、ちょっと記憶に新しい楽曲かと思いますけど、はい、フォーカスのところの、ね、指のね若つくてこう覗き込むとか振りもすごくかっこよかったですね、うん、これね、その革命ってところなんですけど、レジェンダーズってその今までこのなんだろうレガシーとか結構さなんかこう大きめの言葉を使ってきたとは思うんですけど、結局のところこれのドラマパートでも言ってるんですけど、そもそも歴史って作るの人だよねって、やっぱ歴史を一番に身近に感じるのはやっぱ人が何々をしましたって起こしてきた出来事だよねって話があって、やっぱってなってくると歴史を作ったりとか革命を起こしていくのはやっぱ人の力なんだよねっていうところに落ち着くわけですよ、うん、そうだからこう待ってても何かが起きるわけじゃないからね、そこはなんかレジェンダーズのこう力強さっていうか、うん、人が起こしていくものそうだろっつってこうちょっと背中を押してくれるような感じがすごくいいですよね。あこう最終回感が流れて確かにね、戦ってねこう最後に最終回でねこれ流れる、勝ったね、勝ちだね、勝ち BGM だねこれねではではその続きいきましょう。泉芽衣さんで Going My Way。Thank you.
で決めた道に目指したマイルストーンがこの胸にあるから、どんな向かい風も立ち向かっていくのは絶対譲れない意地が時計の針から始まるこのイントロね、うん、すごいおしゃれだけど、そこからパリーンってね、うん、あの映像とかもね、時計が壊れたりとかっていうライブの演出がありましたけど、ゴーイングマイウェイといえばね、ワンダリングドリームチェイサーかな、あの歌詞でゴーイングマイウェイがあると思うんですけど、でもやっぱそのそこは続けてきたものであって、でそのもう迷わないっていうところはやっぱそのメイさんの大きなテーマである部分ですよね、うん、その最初にこのメイ様っていうか、そのもう一つのアイドルとしての泉メイさんを作り上げた時に、うん、やっぱりその最終的にはそれを続けるべきなのか、普通のいつものね明るくてねその賑やかなメイさんに戻るべきなのかっていう、そういうのがやっぱ、うん、結局すごくテーマになってくると思うんですけど、さっきのねアナザーランページでね、どっちも自分自身だよっていうところで、はい、やっぱその答えを出せたように、うん、ゴーインマイウェイではやっぱそこはもう迷わないよっていうところで、うん、なんかここが本当になんかストレイライトのねなんかストーリーってのはよくできてるなと、次に行けと言われましたので次に行きます、うん、はい、はい、続いて、はい、こちらはですね2曲続けてお聴きいただきたいと思います、はい、続いての楽曲は、ジェットトゥーザフューチャーとハーモニクスなんですけども、こちらもね、デレステのコラボの方で、うん、デレミリのコラボでデレステの方で実装された、はいはい、楽曲にございますと、うん、いやーなんかまあそのミリオンがこうちょっとお面白いなってこう組み合わせだと思ったらね割とはい、はい、ド直球でこう直球の ね来たっていう感じだったんですけど、王道感、王道感、そしてねハーモニクスはライブでのリサニさんの方でも披露がありましたし、うん、あと本当になんかハーモニクスただのコラボかと思いきや、はいはい、本当にエピソードがもうコミュがめちゃくちゃ良かったんで、ね、ぜひ見ていただきたいですということで、うん、こちらの楽曲、ジェットトゥーザフューチャーハーモニクス2曲続けてお聴きください、どうぞ。準備は OK、 加速してく情熱を解き放って未来へ、夏が始けと
ということでジェット・トゥ・ザ・フューチャーとハーモニクス続けてお聴きいただきました。はい、かっこよかったね。ではでは続いての楽曲いきたいと思います。続いては白瀬咲也さんで千夜アリア。連れて行くよ、諦めてしまえば楽だからなんて残念ことさ、あけなく今突き放せる思いだけじゃない、大きな勇気まるで幸福を迫るように空を渡って沈んでいく、そんな気がするのなら手を取ってしまう、はい、ということで千夜アリアでございます。はい、千夜アリアって千夜物語が元になってるっぽいんですけど、うん、千夜物語って言うとね、寂しく住んでる王族になんかお話を言い聞かせてあげるみたいなお話があったりするんですけど、うん、でもそこってさ、その咲夜さんが人一倍こうなんか寂しさを知ってるからなんじゃないのかなとか思ったりするわけですよね。うん、そこをなんか連れてくよって言ってあげられるのが咲夜さんの優しさだなと思いつつ、はい、まあ、またランディングのポイントの話になっちゃうんですけど、うん、寂しい思いをしてる女の子に、まあ、こう支えになってあげるみたいな話があるんですけども、それも含めてまたねこの曲の解像度が増してしまったなと思いながらね、いい曲なんだわ、ガチ恋が進みます。本当にね、なんかそこのね咲夜さんの優しさっていうところはねいいと思います。アスタマスもぜひやってください。あの絆コメがとてもいいです。よろしくお願いします。うん、はい、では続いての楽曲に行きたいと思います。はい、佐々木知恵、市原里奈、橘アリス、龍崎香織、宗像敦美、遊佐梢、キュリオスターでハングリーバンビ。ちょっと館が燃えてしまうんですけども、はい、キリオスターの6人の楽曲でございます。はい、まあそのハングリーっていうところで、まあこのねその小さいアイドルさんたちにもやっぱそのハングリー精神をねこう身につけてほしいみたいなお話があったんですけど、これね3人3人を3人ずつオーディションしてどっちかに歌わせるよっていう、はい、結構攻め攻めの込みだったんですけど、うん、なんかそこでなんかハングリー精神を出させてほしいみたいな話があったりしまして、なんかそこのなんか話とかもあってさらに欲張った結果っていうのがね非常に良かったので、うん、ぜひぜひ見ていただきたいなと思うんですけどね。 2D リッチが ねそうだよね。なんかこの頃のこのシンデレラガールズのこのゴールドラッシュあたりの楽曲はなんか治安があれだったよね。あれだったね、もうなんか続けてだったよね。ねもう燃えたりなんかすごく大変だったよね。もうメンタル持つんかと思ってね、なんか白が燃えてて踊ってなぐらいなんだけどさ、 2D リッチはさそれ重ってなるんだよね、話の内容がね。うん、結構割とこうダークなんですよね。はい、ではでは次の楽曲いきたいと思います。続いてはトリック&トリートでブラックパーティー。
ちらはねまだちょっとドキドキワクワクのようなこうねハロウィンが楽しい楽しいハロウィンでございますよ、うん、でもなんかこの楽しさっていうこの予測不能な感じっていうのはやっぱさっきも話したけど、うん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 、このあかねさんとれいかさんのねなんかこのトリッキーな感じっていうのが、はいうんうん、確かにこのなんかミリオンライブのトリッキー担当な感じはちょっとするねこの2人っていうのはしかも2人合わさることによって、ね、そうもう予測できないっていうでも意外とこのセーブするのあかねさんの方っていうこの2人の関係はすごく好きですねやっぱりねそう治安悪くないね安心そうなんですよ安心でも確かになんかあのなんか結果的にこの間のメリーメルヘンランドっぽくなりました ね, 確かにねそうだねかなりかなりねそうそうそうキャーって城からなんか聞こえてきたので悲鳴が聞こえてきましたけどねそんなこんなで悲鳴が聞こえてきたところで次の楽曲に行きたいと思います、うん白坂孔明土のあかり道明寺かりん佐久間真由小日向美穂でホームスイートホーム助けて助けてと誰かが呼んでる霧深い森の中館の奥から悲しげな声私はこの呪われし館の管理人あなたをご案内いたしましょうあなたもここに迷い込んだんだ私はあかりよろしくね巫女のかりんと申しますよろしくお願いします呪いの霧に閉ざされ樋口はいこちら5人のユニットメリーテラーズの楽曲でございますが、はい、ガチなのよこっちは、うん、こっちはガチなのよ、うん、あのお話をフルバージョンがこれすごいなんか壮絶なねミュージカルになってるんですけど、うんはい、もうラストの衝撃の展開 2,3 点するからね話助かったかと思いきやこうなっていややったって思ったらこうなってこうなってこうなってみたいなね嘘だろうみたいな終わり方をこちらの楽曲この1曲じゃないんですよねそうソロパートソロのバージョンがね、はい、5人分入ってるんですけど、うん、それぞれこの館に入るまでこの5人がどうしてたのかっていうのがソロバージョン全部歌詞違うからそこで明らかになるっていうね、うん、バケモンみたいな構図してるんです1枚の CD でさすがにこれはカップリングとかつけらんないわっていう壮大なものになっております、うん、本当にね救いなどなかったこれはもうぜひフル聴いていただきたい助けて助けてわ次いきますねではではそろそろ次の楽曲いきましょうはい続いての楽曲はアンティーカでアビスオブコンフリクトI for visibility, everlasting abyss. With a disco injury, see through to the heaven day. また一つ消える。今回は泣かせる期待前と悪にしたり顔した無残な正義が。まあ、この水のね気泡のコポコポした音から始まるこの楽曲なんですけど、うん、別になんかこれ海に沈められたわけじゃなさそうなんですよね、うん、そうそう海の底からその争ってるこう地上を見上げてるような歌詞なんですけど、はい、ちゅうことはこれあれですよね争いに疲れて自らこれ海の底に自分から降りてった可能性は全然あるよなとか思いながらそうそうそうこんなのがねあの A 面っていうのがまあびっくりなんですけどまあ強気だなと思いました今年のシャイニーカラーズっていうことですねそうそうそうだからなんかね結構そういう考えさせられるなという楽曲に仕上がってますあとね、うん、歌い出しがねまみみさんなんですよ確かに、ね、そうそこのね今までこれまでそのなかったその歌い始めっていうのが出始めたけど、うん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 、その CD シリーズが今たくさん出てきたからね歌い始めがこう変わり始めたのがねすごくやっぱねいいなというふうにね思いました、うん、あ仕事納めされた方とかいらっしゃるんですかねお疲れ様です支配者ぜひですこれアーカイブも残りますんでね、はい、弾けなかった方とかも聞いていただければ嬉しいです、はい
では続いての楽曲に行きたいと思います、はい、正直すまんよ関ひろみ赤木みりや桜井桃香相葉由美宮本フレデリカでザ・ヴィランズナイト、です。まあシンデレラガールズのメルヘンってダークだね、うん、そうだねこれおじさんたちも言ってたんですけど、うん、まあでもおとぎ話って実際こう真相は怖かったりするじゃない言うよねそうやって、ね、原作のシンデレラとかマジ怖いかんねそうそうそう意外とダークだったりするんですけど、うん、まあまあまあこれも 2D リッチ見るとさ、うん、おーってなるあのアイドルさんにしてほしくない顔してるよねあれねそうそうそんな顔せんといてっていう ねこんな可愛い声でそんなうん、歌いながらそんな顔してなんかさフォーザネクストがさすごいキラキラだったシリーズに対してさ割とさそのこのなんかゴールドラッシュってさ割とこうバッドエンドなのかっていうのが 2D リッチがすごく多かったように感じるんですよ我の面が見える録音治安回復してくださいよろしくお願いしますはいということでそろそろ次の楽曲に行きたいと思いますはい続いての楽曲はチームルナでリフレクトサインじゃないのよということでチームルナのリフレクトサインを聞きいただいております、はい、まあなかなかやっぱ面白いシリーズだったんですよねカラフルフェザーズってなんかその結果的になんか高山さんがおっしゃってたのはアイドルさんの個人カラーで分けた結果このルナとかソウルとかの分けになったっていう正直あんまりそういったなんかこういう子たちっていうくくりではなかったんですけど、ね、こう結果的にねそういうくくりになったっていうお話があってでそういうなんだろう絶対的にクールなアイドルさんを決めようってことをしなかったからこそ、うん小糸さんみたいなメンバーが天下さんとかがさこういうかっこいい楽曲を歌うことにつながったのかなというふうに思いますけどね、うんうんうん、このなんかねチーム分けっていうのもなかなかね新しくて ねいいシリーズだったなというふうに思いますけど私もいけますよ見せてくれそう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 なんか正直さその野口ルーとかのユニットではさ出せないものが出るわけじゃんそうそうそう、うん、そこがなんかね新しいものが見れてよかったなと思います、うんではでは続いての楽曲いきたいと思います。はい。荒木ひなで歌方のアイオン。結ばれた赤い糸ほどかれかけ
せてくれましたよ本当に、ね、先日もライブで披露がありましたもん、うんうんうん、クールアイドル荒木ひなここにありみたいな、ねね、感じでしたね本当に、うん、まあ、もともとねそのなんだろうこう日陰者でとかっていうねご自身を例えられたりとかしてるんですけども、うんうん、ステージに立ったらまあかっこいい本当にね、うん、でもそれこそなんか先生の好きなこうなんだろうこうアニメのなんか主題歌感とかもあったりとかしてねいいなと思いながら ね、 ねでもなんかそのこれが披露された進撃のアニメか、うん、本当になんかアニメーションのエンディングで使われてたから、うん、これってそれはもうそういうことじゃんみたいなアニメのエンディングで使われる歌方のアイオンってもうそれはもう一つの夢じゃんみたいな、ね、感じがしてすごい良かったですね、うん、ステージ上ではねメガネかけてないんですけどそこの歌方で抜かれてるひなさんはメガネをかけてらっしゃるっていう話があったりとかして、うん、なんかそこもなんか夢があるなっていうそのアニメの世界からとかっていう風に考えるとねすごくねなんか夢があって良いなという風に思いますね。はい、では続いてのバスに行きたいと思います。続いて、伊吹翼さん、徳川まつりさん、四条高根さん、所めぐみさんでダイヤモンドジョーカからこれかよっていうね感じだったんですけどブライトダイヤモンドこちらはリクエストいただいてます、はい、マコト P の松さんからいただきましたありがとうございま す、 います今年もたくさん素敵な楽曲が誕生しましたが、うん、中でもお気に入りはダイヤモンドジョーカーです、うん、初めてダイヤモンドジョーカーの MV を見たときは、大興奮しました。4人の歌声もそれぞれ素敵で曲調やダンスもかっこよく、うん、今年一番と言っていいぐらい何度も聴いた曲ですといただいております、はい、いやでも本当にさ歌声の良さってのはあるし、うんうん、まあ、まつりさんとかもこういう曲歌うのかってのもあったんだけど、ね、ただ控える低音女王史上高根よマジであれを聞いた瞬間にやっぱ強えこれはオンリーワンだわって思わされる ね結構メンバーさんがかっこいい声は、うん、そうね翼さんとかもそうね いやーもうそうねだからそこがねいい感じにこのコントラストが出ててねもう確かにあの音域の違いはもうマジで興奮したありがとうございます、うん、ダンス大好きです。はい、ではでは続いての楽曲に行きたいと思います、はい、シーズでフライ&フライ。お聞きいただいております。はい、シャニのクリーパーで披露されましたけど、いやー、うん、ダンスがすごいのなんのね。ね、これはダンス覚えたい曲一強です。すごいね、覚えたい言うたねまさかのそこで覚えたいが出てきましたけども、好きだとやっぱ覚えたい。あー、なるほどね。いやでも本当にさ、このダンス量で歌うっていうのがやっぱすごかった。パフォーマンス力はそうですよね。あとそのやっぱりその歌詞の方を見ていくとね、本当にそのアイドルにかけてるその感情っていう部分がね入ってたりとかするので、なんかそこもねまたなんかこうシーズのお話とこう照らし合わせてくると、フライ&フライっていう、こう飛ぶっていうことが、あー飛んで飛んでってなるんですよ飛んでって、頼むみことさん飛んでだけど、飛んでみことさんじゃなくてにちかさんも飛ぶのみたいなね話を見ながら限界を迎えるみたいな、
揃って飛んでほしい。お願いします、シーズ、揃って飛んでくれ。頼む、うん、はい。そんな感情が漏れたところで。はい。次の楽曲いきたいと思います。続いては、砂塚明さんで、ヘッドショット。楽しんでかなきゃなんせを冷めてばっかいないで鉄板パーク上げてかなきゃソンガンガンは自分の完成操作よく狙ってバンバンバン見せてあげるヘッドショット彼でダンサンブルな楽曲が続きますけども、ヘッドショットですよ、はい、なんかこれもまたその今の時代に合ったこのアイドル像というかね、うん、なんかそのまあ追加されてね新しく仲間に加わったシンデレラガールズのアイドルさんだからこそこのなんか時代の流れに乗ったっていうイメージがありますよね、うんうんうん、大好きなんですよ ねこのさヘッドショットのこのさ4をさ A に読ませるっていうところとかも面白いし、あのその、うんうんうん、冷めないでとかその冷めっていう言葉が入ったりとかいろんなもん、ね、そのなんかそのワードが、ね、散りばめられたりしてるのも非常に面白かったですし、ね、あとライブダンスも良かった、ダンスも良かったライブのね、そうそうそう、あと客席ではねハッシュタグ4本のペンライトを作ってるプロデューサーさんたくさんいらっしゃって、うん、なんか企画した人がなんでカッシーそれ把握しとんのって言われたから、いや TL で流れてきたからっていうだけです。なんかそういうのは答えたいと思ってますという話でした、うん、はい、では続いての楽曲に行きたいと思います。続いての楽曲はストレイライトでタイムレスシューティングスター。踊る夜のメトロポリス、闇に紛れながら色めくマイアー、待ちばっかりの渦空から見下ろせばイメージの世界が現実になった。進化続ける AI の支配下で進化問われる Human 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 今時代が呼んでいる。何も確実に鮮明に鮮明に光を放ち駆け抜けろ。タイムレスシューティスター、線の時を越えて Oh I believe I believe と輝き続ける。はい、ということでね、まあ、あの強めの楽曲で続いていくんですけども、こちらのメロディーはどちらかというと少しこう懐かしいようなね、うんうん、感じがしますけどもね。これもシャニマスクリパで披露されましたね、こちらの楽曲ね、いやーあ、踊る踊るですよ、本当にね。あ、そろそろ次の準備ができそう。あ、まだ大丈夫ですね。よかったよかった。そうそう。早って思ったよ。印象早いのかなと思ったんですけどね。あの、まあ、空耳の話はさておきなんですけどもね。うん、これもまたその、なんだろう、1曲目の方のアナザーランページとかと合わせて聴いていただくと、またなんかこう、面白い発見があるのかなといった楽曲になっております。あ、360度ステージ良すぎた。そうなのよね。そうそうそう。全方面から見れることによっていろんなアイドルさんの背中が見れたりするのはいいよねとかって話をしましたけどもね、はい、ではでは次の楽曲を紹介していきましょう。はい、はい、続いての楽曲はセピアカラフルなんですけども、こちらの方はん、はい、はい、おとぎさんからリクエストの方をいただいております。はい、ミリラジで第一声を聞いてもう衝撃的というか一目惚れのような感覚でした。ミリオンの誠ソロ曲ではあまりない曲調だったので、まだまだ新たな誠の一面が見られるのがとても嬉しいですといただいております。そうなんですよ、まあ満を持してこの曲の紹介に入らせていただくんですけどもね、うん、いやーでも本当にそうだよね。なんかその初めて視聴を聞いた時に、まあ、がっつりの失恋ソングだったんですよこれ、うん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 、で、あ、ティアの流れかと思ったらティアほどウェット感がなくて、どちらかというとこうセピアカラフルってもう乾ききってるんですよ。
すごいがっつり失恋の曲になってまして、あとセピアとカラフルってこうなんか相反する言葉かもしれないんだけど、カラフルだった思い出がセピアになってくっていうのがもうね、胸をつかまれたような感覚に陥るわけですよね。本当にぜひぜひ、これね新曲なんですけどね、フルで聴いていただきたいと思います。この後もちょっと話が聞けるかもしれないんですけども、はい、ではでは曲を聴きいただきたいんですが、はい、まあここで皆さんお察しかと思います。ゲストさんのお時間でございます、はい、で我々また席を外させていただきますので、引き続き夜まで今年のアイマス楽曲一挙振り返り生配信をお楽しみください、はい、それではお聴きください。菊池誠でセピアカラフル。隣り合って歩いた街角だから、一歩先が見つからない、届く幻想もよぎる輝きも、君をなくしたまま手を感じてた、行き交う